はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日はウイコレやっていきます。で、61回目かな。今日ウイコレ61回目だと思うんですけれども、えっ、ー、と、スーパートレーニングキャンプね、今日から9月2日からやってますけれども、そちらの、えー、累計開封というか、まあ、ある程度取り終わったので、あのー、10%契約書とかそういう系のの分,分が取り終わったので、開封動画をやっていきたいと思います。でね、えー、 でなんですけれども、今日はね、いろいろちょっとお話が最初にありましてですね、ま,あ、まず僕の宣伝からさせていただきます。まあ、僕いつもね、ミラティブというサイトで、まあ、大体定時配信を毎日行ってます。で、ウイコレに関しては、大体そうですね、毎日午後6時半から1時間程度やってますので、よかったら概要欄にですね、リンクを貼っておきますので、あのぜひ気軽にもし、あのね、イベントのその進捗状況とかを イベントとかしながらいろいろ雑談配信とか、まあ、ここで話せないこととか、まあ色々、僕はね、動画だけだと一方的に語りかける程度なんですけど、い、ま、ろ、あ、んなお話をさせていただいたりしてますので、よかったら、ぜ、あ、ひ、のー、覗きに来てみてください。と、あともう一つありまして、 えとそのミラティブのサイトですね。で、僕がよく、あのー、遊びに行かせてもらってる方、セイポムさんという方がいるんですけれども、その方がね、今回、えー、と自腹を切ってですね、あのー、スペシャルリーグを開催しますよって主催,主催でね、されますということで、えっ、ー、と、一旦こちらの画像をご覧ください。どうぞ。 ご覧いただけましたでしょうかえっ、ー、とね、いろいろ条件がありましてですね、ちょっと読み上げますね。まあ条件がね、参加条件がありましてですね、えっ、ー、と、まず15万以下のデッキで作ることというのと、であと全部星5選手で揃えます、揃えるということと、あと全員70以上であることですねあ。レベルですね。レベル70以上であること。で、レジェンドは使えません。ただ、あのエクストラレジェンドは使えます。 で、交代の積極性を積極的にする。まあ、これどこかっていうと、えっとね、例えば、まあ、この画面だと、ここですね。ここの戦術を今、消極に僕してるんですけど、これを積極的にしないといけないということですね。で、交代プランのこの上の交代する選手の制限は特にありません。という内容の、えっと、大会を開かれるみたいです。で、僕も一応ちょっと、あのー、 交流がてら参加,しようなんか参,参加しようかなと思ってるので。で、一応その参加されたい方は、もしこのね、動画見てる方で参加されたい方は、えっと、セイポムさんのツイッターを概要欄に貼っておきますので、よかったら直接 DM とかで問い合わせされてみてください。あのー、優しい方ですんでね、ぜひ皆さん興味ある方、参加してみてください。いろいろ通知が流れてきててすいません。通知来てなかったですね。うん、ごめんね。<laughs> ちょっと気になったね。 ということで、で、一応ね、優勝者にはね、1万円分のギフトカード、で、2位の人には5000円分のギフトカード、で、3位の人には3000円分、4位の人には2000円分ということで、配る予定みたいです。で、ただね、これね、ガチャをしてくださいという条件みたいですね。ただ、ガチャに絶対使ってくださいということです。このウィコレのね、ガチャに使ってくださいということが条件です。で、よかったら、ぜひ皆さんね、自信ある方、参加してみたい方、ぜひ参加してみてください。 ということでね、じゃあ最速、早速、開封動画撮っていきます。はい。10%が2枚と30%が3枚と、ナショナル1枚ですね。で、グローリーちょっと先にけろうかな。キラ出らんかな。お願いします。誰おおー、え誰ピアニッチ選手かな。アケディア選手か。 違うないかケディラ選手とかであ出てたかな僕初めてもゲットやね今のはいということでじゃあ10パーいきます金旗こい <laughs> 金旗こいよな来た10パーからさあ誰でしょう95おおちょっと待って初ゲットやね あジューレ選手ね、この前見たね。なんで見たんっけな。なんで見たっけな。まあいいや、とりあえず行きましょうか、じゃあ。はい、じゃあ 10%2 回目ですね。あ、グローリーで見たんかな。まあとりあえず1枚引けたので気がちょっと楽になりましたけども。いや、銀でも分からんからね、たまに出るからね。 ここはあえてカットせずにいきます。はい、ちょっと待って、わからん。デュンフリース選手。あ、若いね。ちょっと期待していいかな。若い選手はこれから伸びしろがありますからね。特にね。じゃあ30杯いきます。1枚欲しい。いやーな、欲しいな。欲しいね。欲しいじゃなくて、欲しい。<laughs> 惜欲しいね。 うん。デローン選手かな。デローン選手。ミッドフィルダーの選手ですね。アトランタか。じゃあ30、30 2回目いきましょう。金旗みたいなよしよし。OK でしょう。うん。さあ、誰でしょう。2枚目今日。こういうのが大事なんですよね。94。あー。 なんだっけこの選手の名前。あ、ピシュチェック選手ね。何回か手に入ったことあるな。3回目ぐらいじゃないかな。さあ行きましょう。あー、来ないね。よしよしよし、30%は取れてるよ。演出入らないね。赤旗でもノーチャンスってわけじゃないからね。ジン。え、ちょっと待って。 クロスターマン選手ね、この前出たね、見たことあると思ったもん。はい、ということで、星子の足シあナル、ここ大事よ、マジで、金旗んかな、本当いや、今ね、追加来てるストライカーの選手たち、結構熱いんじゃないですかね、ここで引きたいですね。とりあえず、イベントのストライカーの選手、誰か引きたいな、イベントのように,イベントようにね。ということで、やっていきたいと思います。お願いします。残念でした。演出入れ。 入らんねさあ誰でしょう ?94! おっ弁的戦士ストライカー出たね一応ね一応出たねお前いいでしょイベント投稿になるしはいということでじゃあ今日はこんなもんかなうんまあ仕方ないあでもね一応ねまあ進捗があったとして あったところは一応ね、フェルトンゲン選手をまあキャンプのおかげで使える状態にしましたので、とりあえず入れて入れてみました。ここね、貴重な左サイドバック使えるようになりましたので、使っていきたいと思います。であとはもう、ボアティング選手を右に持ってきた感じですね。うん。まあ、ボアティング選手にはちょっと引き続き、もう少し頑張ってもらいたいと思います。であとは、まあアウトになったのは、えー、っとね、そうですね。 パバール選手パバール選手をちょっとアウトにしました。パバール選手もね強いんですけど、ただね、そうね、まあ、やっぱりボアティング選手はやっぱりインターセプト持ちだから、まあ、結構やっぱり汎用性が高いかな、こっちの方が。強さではパバール選手のねカードの能力では強いかもしれないですけど、ちょっとスキルの面を考えて、まだボアティング選手に頑張ってもらいたいと思います。ってところですね。はい うん、結構キラーだからね、凸なしでもまあまあ強いんですよね、5300あるしね。で、解のも文句なしですね。僕好きな感じなんで、頑張ってもらいたいと思います。はい、ということでじゃあ今日はこの辺で動画終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この辺で失礼します。お疲れ様でした。